これちょっとやっとくか。ベイ付近のミニコンテナに保管されている。よし、じゃあカールスベイ行ってみよう。そう、強大な力がいいのまま熱くなってくるでしょ。その表現は。そう、教えて。変な感じで知ってるような感じもある。高まるってやつか。ここってまさに高まる場所って感じじゃない。じゃあなぜ俺はここから出たがってる。知らない、ドンパチやってる時にそんなこと考えないもの。まあね、そりゃそうだわ。ベイはあっちだね。おっと、いきなりなんか撃ってるな。また風景が様変わりしてるね。うん、バンバンバン、すごいな。もう本当に風景が様変わりしてんな。でも人がいないね、全く。クイーン・オブ・リドルズ、なんだろう。入れろ、チャーリー。なんかのコードがいるね。1から8まで。じゃあ2で。言えるば、ブラックリーフにはこの島が誇る五感を刺激する楽しみが豊富に備わっている。あ、クイズだったのか。この中で芸術を追求したうぞうむぞうを超越している作品は。訪れたやつに雑学クイズを出している。あら、チャーリーか。いや、何問も答えなきゃいけねえのか。3。あ、正解だ。なるほど、5問は正解したな。あとでまた来た時に他のやつを当たっていこう。何回かクリア正解できるだろう。おっと、タレットだ。大丈夫？頼もしいね、やっぱタレットは。タレットさえあれば何でもできる気がするぜ。うわー、やーぶね。オッケー、ベイが28メートル、あそこか。なんか音がしてるな。
この上かな。お、体を震わせる轟音。氷はもうす、ん？氷はもうすぐ呼吸を始める。高めに登りレバーを前に。何をおっしゃってるんです？いや、入れねえか。登る時のやつは出ないのかな。あ、これで登れるな。OK。やっぱここだな。音の出どころはこれか。違うな。この中だ。オットーのワークショップ。おいバカ、そうよ、あんたに言ってんの。この木箱に汚い指で触れるんじゃないわよ。オットーが作ったウプダームで一番危ない商品が入ってる。ほう、フランクも言ってるけど今夜までに。ああ、はいはい、これか。箱に手を出したやつにはあとのループ50回で花火を食わせるからね。このコンテナが目標だな。昼以降にオットーの元へ行け。ロックされた花火入りコンテナの持ち主はオットーというウプダームの住人だ。フランクは昼にコードを送るとオットーに約束している。なるほど。じゃ、この時間帯でもいるはずだな。違うや、ウプダームに行かなきゃいけないんだ。なるほど。じゃあここで調べるべきことは終わっちゃったな。ここは一体何なんだ。羊はいなくなった。ボルトは前から嫌いだった。あいつが元軍人だろうと関係ない。あいつはクソだ。やつを見つけたら真っ先にあなたに連絡する。ひどい言われようだな。お、あいつなんかオーラが出てないか。いい武器持ってるんじゃない。いや、めちゃくちゃ便利だ。オッケー、レイピアだ。お次に来たかったわ。お勤めはその一環だと思ってた。こちらは異常なし、持ち場を離れず注意を怠らないこと。オートエイムがめちゃくちゃ使えます。あと何人だ？ あそこにいるな。こんな感じか？めっちゃ普通に食い物置いてある。珍しいな、こんなちゃんとした食い物が置いてあるの。レジドゥムー。
やっちゃった。あれで倒せるな。なんか煙出てるぞ。なんだこれ。ああ、あれこれ撃ったら爆発する。おお、なるほど、そういう感じなのね。なあ、ここでこれハッキングできたんだな。なるほど、ライフステーションがある。こういうのも見て覚えとかないとね。おっと、危ねえ。逆側か。おー、危ねえ。エジャブを生きる。昨日は始まりの日だった。昨日の昨日も始まりの日だった。毎日が始まりの日。そして私は毎日こんなメモを書いてる。うまく表現できないけど、穴を見下ろしてる気分になる。その穴はトンネルで、そのトンネルは鏡か何かが並んでる縦穴。どの看板にも心を広げろって書いてあるけど、私の心はもう爆発しそう。何が言いたいかっていうと、他の人がいると思う。記憶を残してる別の人が、私とは違って立ち向かおうとする人が。だから立ち向かってくれる人に言っておく。私はもう明日に行く。私の行動を見つけて後を追って。ビッグ。ビッグというエターナリストは、自分たちの記憶を、あんたらかんたら。コードか。OK。他の時間帯でここに来てみるか。届かんか。いや、どうやって取るんだこれ。え、ポータブルハーベスター。おお、そんなことできんの。このトリンケットを使うには充電が足りない。なるほどね。これでもマックスまで貯めるの相当大変っぽいけど。なになに？野心に動かされた科学者たちが今日の午後、カールスベイで未許可の実験を行うつもりだ。レバーを引いて人からなんか抽出して、あー、これがレジデムを引っ張り出せるってことか。お、研究ログ1、ループ不安定化ジェネレーター、注入デバイス、ポータブルハーベスター、すべて準備完了。ステージ1、ジェネレーターを起動し時空に裂け目を発生させる。アノマリーエネルギーを帯びたオブジェクトがすぐタイムラインに浸透するだろう。ステージ2、裂け目の発生により出現したオブジェクトや人間を殲滅。ステージ3、ポータブルハーベスターでアノマリーエネルギーを回収。エネルギー回収後、ポータブルハーベスターを注入デバイスに挿入し、そしてステージ4、
起動。このエネルギー量でトリンケットを超強力にすることができる。ウェンジ・エルバンスも各種人を辞任せざるを得ないだろうね。なるほど、エンジェそんなのもやるんだね。なになに、エネレーターを起動する。レバーはどこにあるんだろうな。このハンドルが見当たらないんだよな。ちょっともう一回説明聞く？裂け目を発生させる。あまりエネルギーを帯びたオブジェクトがすぐタイムラインに浸透するだろう。ステージ2、裂け目の発生により出現したオブジェクトや人間を殲滅。ステージ3、ポータブルハーベスターでアノマリーエネルギーを回収。あった。回収後、ポータブルハーベスターを注入デバイスに挿入し、そしてステージ400ってなってるな。このエネルギー量でトリンケットを超強力にすることができる。あとどこだ。え？いなくね？光の柱が立ち上ってるな。こんなもんか。あ、あとどこだ。え？あれもそうか。いや、めちゃくちゃいない？こんなん時間内に行けんのかな？どこだ。あっちにもあるな。いや、あれは違うか。あれ、ハーベスターどこに置いたっけ。それが何だろうと、もう終わりだ。OK。と、あと。
どこだっけ。時間切れ？足りんか。この力を使う。よし、戦闘だ。こんなことを言うとあんたはみんなは。めっちゃ来るな。仲間外れにされた気分だ。あ、まだない。聞こえる。まだ始まったようだね。お前の負けだ。血だらけだ。勝てると思うよ。よし、任せたぞ。お前殺しまくってるな。おいおいおい、お前を殺してやりたい。死にやがる。捕まえてやる。リロードはどこだ。これで行けたかな。低級パーソナルトリンケットか。なるほど、もっと溜まってればもっといいのができたって感じなのかな。っていうかこの武器マジでめちゃくちゃ強いな。ほら、出口からすぐだったんだな。オッケー、じゃあ帰ろうか。時間を潰した。時間を潰した。いやまあそうだけど、細切れ。はいはい、これね。ループかくらん機は他のタイムラインからビジターを呼び出す。うん、あとこれな、他の時間に行ってみないといけないね。やっぱりシフトがあることで行けるところがかなり増えたよね。